I'm Dragon Lord! 竜王の誕生を見届けな。天下創生、乱世の幕開けか。すでに各地で戦火は、いえ、災火が巻き起こりつつあります。恐れずに言うならば、乱心ここに極まれりかと。斧が気まぐれ一つでたやすくこの世を塗り替えられる。いただきってのはさぞやたまらねえんだろうな、小次郎。政宗様、いい加減帝やら魔王やらの背を見るのはまっぴらだ。この日の本の真なる主、それは竜を置いて他にねえ。それは無論のこと。しかし小十郎、遊びは終わりだ。俺は今から王を名乗る。何者にも脅かされねえ唯一の座へと舞い上がる。政宗様、独眼竜王伊達政宗、これがこの俺の産声だ。ふん、ま、幸先いい出だしか。こいつらまとめて今日から竜王軍の一員だ。全て傘下に、支配下に収めると、そうおっしゃられるのか。ああそうだ。正直帝や魔王のおっさん相手じゃまだまだ足りやしねえ。勢力拡充、それ自体は正しき判断であるとうなずきましょう。しかし文句なら聞かねえぜ小十郎。一族老頭を皆殺しといくよりは優しいもんだろう。有無を言わせぬ併合、それはいずれいびつへもつながるかと。あなたの道を遮りかねぬ巨大なる爪痕を。心配すんな、俺はそこまで落ちちゃいねえ。魔王や覇王とは違う、それがこの俺、竜王だ。おめえら、もちろんですぜ小十郎様。でもせっかくの弟分なのに、あんま厳しくしすぎるのも。それで政宗様の身に何かあったらどうなる。誰が恨みを抱いているかも知れたもんじゃねえだろう。そん時はそん時だ、させたいようにさせるまでさ。政宗様、なんという推挙を。おいお前ら、新入りのことは任せたぜ。時間をかけても構わねえ、慣れるように気を使ってやれ。ウィッセイ、お任せくだせきっと。ってわけだ。諦めな小十郎、言われずとも責任は取るさ。仕掛けた側としてな。政宗様、あの日からもう行くとせか。残念ですが、梵天丸様の右目はもう二度と。お気の毒じゃが、この先国の主としてはお先真っ暗と言わざるを得ませんな。今笑ったのはてめえか。貴様小十郎、貴様我ら相手にこのようなことをしてどうなるか。知るか、うちの筆頭は梵天丸ただ一人だ。てめえらごときが怪我してんじゃねえ。消すか。やめ。いやー、この俺が目と目見るべき光景を映し出してやる。だから前を向け、今一度踏みしめろ梵天丸。なあ小十郎、俺は忘れてねえぜ。小十郎、お前は昔のことをどれだけ覚えている。昔と申されますと。初めて会った頃は妙にそりが合わなかったな。
互いに血気盛んで認め合おうともしねえで。そのようなこともありましたが、今となってはただの恥、蒸し返さないでいただきたいが。忘れられやしねえさ。そんなお前が俺のために切れてくれたあの時の喜びを。それはこの小十郎が当時の重鎮に殴りかかったあの出来事か。ああそうだ。ああして光を抱かせてくれたからこそ今の俺がある。政宗様、政宗様、先日の話ですが、お前が力ずくで家中を黙らせてくれた話か。はっ。あれを鑑みるに今の政宗様のお考えとは。まあおそらく小十郎の読み通りだ。光を失う奴がいるなら俺はそいつを救いて、あの日俺がお前に救われたのと同じように、誰もが前に向き直れるそんな世の中を作りてんだ。王として全てを支配するのが目的ではなく。まあ真逆だな。羽ばたかせてそれだけだ。あなたは決して心変わりなどしていなかった。なのに俺はそれを察することすらできず。おっと、それはお前の悪い癖だぜ小次郎。お前がうなだれてちゃ俺が前を見れねえんだよ。確かにこの目はあなたの目ですからな。政宗様、この小次郎いつまでも御身と共に。いよいよですな、政宗様。ああ、竜の時代がもう間もなく訪れる。最後に一つだけよろしいか。どうした、また改まりやがって。あなたはあの日俺に救われたと確かにそう言った。ですがこの小十郎もあの日あなたに救われたのです。小十郎。いささか感傷に浸りすぎました。さあ政宗様、今こそあなたのお心を示す時です。ああついてこい小十郎、そしてこの背を守れ。 It's the day of the beginning! Come with me!俺が進むは竜の道。Follow me。 後悔はさせねえぜ。終わりましたな、政宗様。いいや、まだだ。今この日の元には光を失った奴が5万といる。これからこの国を滑るためにも俺はそいつらに会わなきゃならねえ。小十郎、今日からお前が奥州筆頭だ。俺はこの国の全てを見る。奥州を任せられるのはお前しかいねえ。行かれるのですな。ああ、その役目確かに受けたまわりました。この小十郎が必ずや奥州の地を守り抜いてみせましょう。あなたは先へとお進みください。まことの王、竜王として。ああそれなんだがな、やっぱやめだ。ほっ。いろいろ考えたんだがな、やっぱ俺に王ってのは似合わねえ。あ、
ほう。覚えてるだろう、小次郎。俺に筆頭と名付けたのはお前だったんだぜ。今行くぜ、まだ見ぬお前ら。日の本筆頭伊達政宗、押して参る。